いらっしゃいませ、ダンディセカンドハウスへようこそ。バーテンダーのジュンです。今日もカクテルを作っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、で本日使うお酒はですね、シャンボールというリキュールになります。はい、こちらは初登場のボトルですね。はい、こちらまあ、ベリー系のね、ちょっと甘酸っぱいお酒になります。はい、でこちらもですね、今回はジンジャーエールで割って、で、レモン果汁を少し足して、はい、作っていきたいと思います。はい、カクテル名は、シャンボールジンジャーになります。はい、とてもね、美味しいカクテルですし、まあ、作り方は至ってシンプルですので、ぜひ見て、興味がある方は作っていただけたらいかがかなと思います。はい、それではね、本日も早速作っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは早速作っていきたいと思います。では本日、使うお酒はこちらですね。じゃじゃんと、シャンボールリキュールになります。はい、先ほどもねお話した通り、ベリー系のとても美味しいお酒ですので、はい、今回はこちらをベースに使っていきたいと思います。よいしょ。そして、合わせていく飲み物がこちらですね、ジンジャーエールになります。はい、もうこちらをね注いで、混ぜるだけというねカクテルになります。よいしょ。そして、レモンも、少しだけね入れていきたいと思います。はい、それではね早速作っていきたいと思います。本日はロングカクテルですので、ロンググラスを使っていきたいと思います。ではまずレモンを切ります。よいしょ。あ、ちゃんとねもう洗ってますんでね。こちらをですね、まず4分の1個切りますね。よいしょ。よいしょ。やっぱりね、こうベリー系のねリキュールとかだと、こういうレモンのね果汁が甘酸っぱい、なんかねこの酸味がね入ってとても美味しくなりますんでね。ではまずこちらを入れていきたいと思いますね。絞っていきます。よいしょ。こんな感じですかね。よいしょ。はい、じゃあちょっとレモンはこっちに一旦下げます。ではここにいつも通り氷を入れていきたいと思います。よいしょ。これちょっと大きいかな。よいしょ。おいしょ。はい、こんな感じで氷を入れていきました、ね。では、こちらにこちらねシャンボールリキュールを入れていきたいと思います。よいしょ。でこちらは 45ml ですね、入れていきたいと思います。こちらはですね、まあ、ちょっとこう色味的にはちょっと大人の感じというかね、ちょっとこうダークレッドみたいな感じになります。はい、ではこちらに、ジンジャーエールを注いでいきたいと思います。よいしょ。ほう。では、ジンジャーエールをいつものように、優しく注いでもらえればと思います。あとは軽くいつも通り混ぜるだけですね。さっきのはね、ちょっとこうリキュールのね、ちょっとこう、まあ、大人な感じな赤っていうのがですね、ちょっとこう綺麗な爽やかな透明感のある赤い感じに、ね、なります。レモンがね生えてとても、いや、見た目的にもね綺麗なカクテルなのかなと思いますね。はい、よいしょ。ではこちらで、シャンボールジンジャーの完成になります。はい、まあ、ベリー系のね甘酸っぱいリキュールに、このジンジャーエールが入って、まあ、甘さと、まあ、レモンの酸味、爽やかな感じが合わさってとても美味しいカクテルになります。はい、ぜひ興味がある方は作っていただけたらいいんじゃないかなと思います。
ではね、本日はこの辺で、終了したいと思います。また明日カクテル動画でお会いできればと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは本日もありがとうございました。失礼いたします。